か私も。確かこの辺りにいらっしゃるって。ザンギエフ様！おう、ミカではないか。お前の活躍は耳にしているぞ。そんな、ザンギエフ様の伝説に比べたら、私なんか。よし、久しぶりの再会だ。リングで鍛え抜いた肉体と技、見せてもらおう。はい、よろしくお願いします。胸をお借りするっす。いくらでも来い。必要だ。そうだ、これから武者修行に行くというのはどうだ。世界中の猛者と戦い、筋肉を育て上げ、マッスルスピリットを手に入れるのだ。マッスルスピリット、マッスルスピリット、かっこいいっす。喜んで元もさせていただくっす。くそ、なんなんだこいつは。武者修行中でも悪を見逃せないっす。いや、むしろ武者修行中だから許さないっす。ご飯を食べたらお金は払うっすよ。金がねえから国がしてんだろ。むさぶどけがれ。おめえには関係ないだろうが。悪を見逃したらザンギエフ様に顔向けできないっす。うわっ、犬だ。あんたパワーはあるみたいっすけど、ザンギエフ様みたいにかっこよくないっす。やっぱりマッスルスピリットがないからっすね。知らねえよ。そもそもマッスルなんとかってなんだよ。それはもちろん、あれ、マッスルスピリットってなんすかね。俺に聞くな、アーバユ。うわぁ、マッスルスピリット、ザンギエス様がおっしゃるんだから、きっとすごいものに違いないっす。このララさんはザンギエス様の投げとも、きっとマッスルスピリットも売るほどお持ちっす。私もここで手に入れてみせるっすよ。よろしくお願いするっす。いいよ、ドーンとかかってきてよ。今だ、うわっ、やるっす。
やるね。私はずっとザンギエフ様の背中追いかけてきたっすから。そうか、ミカ、俺の背中をよく見ていろよ。は、はい。うなれ、鋼の筋肉よ。それみんな大興奮っす。お客さんも、クマも。うわって、クマ？ザンギエフ様！邪魔はさせないっす。ザンギエフ様の背中は遠いっすね。ザンギエフ様、私やっぱりまだまだっす。ミカ、お前はすでに熱き魂を受け継いでいる。クマを止めた時、お前の魂は熱く燃えていたはずだ。熱く燃えて、あ、そうだ、筋肉と魂の融合、それがマッスルスピリット。あとお前に必要なものは筋トレのみ。マッスルスピリット、さあと決まれば筋トレだ。そして同じ魂を持つ者同士、次は俺と肩を並べ共に戦おうではないか。ザンギエフ様、私頑張るっす。というわけで、私もマッスルスピリットをみんなに伝えていこうと思う。さあ筋トレだ。え、やだ、だいたいそんな偉そうな人になんか何も教えてもらいたくないよ。偉そう、お聞きになっていらっしゃらなかったすか、ザンギエフ様の熱きお言葉を。だって叫んでばっかで話の内容わかんないし。くー、人が下手に出てればちょっと表に出ろ。うるさい、私が勝ったら二度と話しかけないでよね。いい度胸だ、ボッコボコにしてやるっすよ。なめないでよね、私がめっためたのギッタギタにするんだから。なんだと？生意気なんだよ、喧嘩売ってるんすか。何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。